今これあの丸、ま、で囲ったところがホーンテッドマンションです。でここの部分にですね、門があります。この門は何かっていうと、こっから昼間のですね、パレードが出発するんですね。で、このパレードが出発するときにですね、この位置に建物があります。この建物がですね、ディスパッチ1っていうふうに呼ばれてます。 ディスパッチ1っていうのは、ディスパッチ2と1とあって、ディスパッチ1は入り口側なんですけど、何かっていうと、パレードでですね、ディズニーのキャストがですね、着ぐるみに着替える場所なんですね。着ぐるみに着替えて、フロートと言われるあの乗り物、あの、パレードの時にガーッと動くお祭りの出しみたいなやつ、あれに乗って発信するんですよ。じゃあ、もっと手前で着替えて、フロートに乗って整列すればいいじゃん。なんでこのギリギリで着替えるのかっていうと、実は、 ディズニーランドの着ぐるみってみんなが思ってるよりはるかに大規模でですね、重たいんですよ。で、あの、着ぐるみによってはですね、重さが80キロあるやつがあってですね、途中に金属フレームが入ってですね、上から被る時に本当にガシャっていう風になってですね、本当にちょっと動くだけでもヘトヘトになると。だから中の人間の筋肉量半端じゃないんですけどもですね、なのでギリギリまで着させないんですね。ギリギリまで本当にできるだけ楽な格好にさしておいて、 ゲートを出る直前のディスパッチワンで素早く装着して装着してフロートに塗ったら2秒後か3秒後ぐらいにもう出発でお客さんの目に入るっていうぐらいのタイミングで全てやってるんですね。実は着ぐるみによってですね精度とか強度が違うんですよね。あのパレードでミッキーマウスとかが着てるやつっていうのは絶対にお客さんが手に触れないしミッキーマウスがいるあたりっていうのは いろいろ引っかかるものが一切ない。なんでかというと、ファーとかがめちゃくちゃ柔らかくてですね、素材が高級でっていうやつなんですよね。で、そうじゃなくて、グリーティングと言われるキャラクターが出てきてお客さんと一緒に写真撮ってるやつっていうのは、お客さんに触られても大丈夫な素材でできてると。 この素材差があるのでですね、グリーティングで出ていくときのミッキーっていうのはかなり軽い素材で動けるようにできている。そうじゃなくて、えー、パレードで踊るときに一番上でちょっとだけ動いているミッキーというやつは割と重たくてですね、かなり電動のものがですね <laughs>、あの目とか鼻とかが全部電気で動きますからそういうもので動くあのやつですで、これがちょっとでも汚れたり故障したりした状態を そのまんまにして次のパレードに出てしまうと本国ディズニーとの重要な契約違反になってしまうとかなり関係悪化になってしまうというふうなことでそこら辺はすごく気をつけているなのでディスパッチワンのもう本当にゲートギリギリのところで着替えて用意ドンで出しちゃうそうです えっ、ー、とですねディズニーの放送これはあのお便りなんですけどもディズニーの放送の中で岡田さんがディスパッチワンとおっしゃってた場所はレストランの裏側です本当のディスパッチワンは反対側ですモザイクとおっしゃってたのはトラックかトレーラーだと思いますフロートはモザイクなしで見れますよということで僕も見てきました、はい、ディスパッチワンですねホーンテッドマンション隣のですねパレードが準備する列のところなんですけど確かにですねもうフロートと言われる出汁が 映ってるんです。ただ、出汁の中身は何かわからないように画像処理がかかってるというふうな状態になっています。こういう風な間違いをよくしますのでですね。これからもよろしくお願いします。